はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ます8月最後の、主流クラス、次は9月なんですけど、次回は、はい、9月の3日、はい、火曜日と、17ですかね。17ですね。はい、はい、じゃーんと、まずはこれを、はい、そうですね、9月の15日に、なんと、そうですね、OJJ 主催の内柴正人選手のチャリティーセミナー、はい、行います。これはね、前回6月にやった OJJ の、はい、その15対15、はい、団体戦に出てくれたこの中川優真君という、うん、なんと24歳だったかな。そうですね、はい、まだ全然若い。もうそのだから今から1ヶ月前にその病気が分かって、うん、ですね、ここに書いてます。急性リンパ腫白血病になって今闘病生活を送っております。なんか1回目のもう闘薬でもうなんか20キロぐらい体重が減ったみたいなんで、はい、今戦っております。それのチャリティーをね、内柴選手がやってくれるということで、これが9月15日いつもの、はい、鳥栖市民体育館ですね。はい、はい、募集しておりますので、はい、チャリティーセミナーを受けたい人はぜひ、このメールアドレス、はい、はい、まああとパラエストラ福岡の井出まで連絡ください。はい、はい、じゃあそして元に戻しますけど、9月の3日は何のシリーズを続けるんですか。はい、まあ8月はハーフガードパスということでやったので、うん、まあ9月も、まあ、パスガードっていうくくりは変わらないんですけど、うん、またちょっとデラヒーバーとか、うん、まあ、よくあるよく皆さんがまあかかるガードからのパスをやっていきたいなと思います。まあ、今回で39、9月から40回目に突入ですけど、まあ、はい、まだ限定回帰なんか元にね、また戻って、そうですね、はい、またデラヒーバからスタートみたいな形ですかね。はい、そうです。はい、じゃあまた9月の3日よろしくお願いします。はい、お願いします。さよなら。